はい、おはようございます。シャチくんです。よろしくお願いします。じゃあ上等のトレーナーに初代ポケモンの強さを分からしてやったポポバージョン最終回行きましょう。たけし戦からね、強くなったポッポとたけしってちょっとエモくないですか。はい、ゴローンからレベルはでももう61ですね。オウム返し覚えたんで砂掛けとね変えました。うん、まあ、砂掛けもともと海流にだけ必要かなって思ってただけなんで良くないね。まあこれも込みでやっぱ空を飛ぶのがいいんだけどね。まあ、ちょっとストーリー進める都合上めんどくさいんですよね、リターンかかんのが。まあまあとりあえず大丈夫なんでいいでしょう。もう一ゴローンいるよ。はい、ワークね。戦闘がガチすぎるんだって。なんなら俺も転がるやればよかったな。まあ、砂嵐でしょうね。ガチすぎるって。TPU のくせにガチすぎるって。強いって。強いんだよな、普通に。はい。まあ、オウム返し、そう。いや、オウム返し結局使えるパターンあんまないよね。ただ、結局レッド戦でワンチャンカビゴン、ド忘れしてくれんのかな、ぐらいな気持ちで覚えさせたけど。まあ、おそらく忘れさせますね。おい。そいつにだけは使うなよ。収まったか。岩アークにやんないでほしかったな。岩なだれなんだ。77、いやーうん、念のため回復。あ、なんかしんないけどもやってこないね。砂嵐やめろよ。うわー、うぜえ。一番うぜえタイミングでやられた。まあしょうがないね。砂嵐とかな、砂嵐とかもさ、当時小学生の時とかは何このクソ、めんどくせえ、時間だけかかって全然食らわない技って思ってたけど、普通に強いよな。シンプルに強いんだよね。いや、ちゃんと5回受けるんかい。なんでこんなに運悪いんだろう。え、どうしたんだろう。でもなんだっけ、三名学みたいな占いで俺からしばらく人生運悪いんですよね。それ見た時絶望したな。もっと前にさ、もうなんかそれを見た年の1年前に運がいい時期全部終わってたんだよ。まあ、別に占い系信じてるわけではないんですけど、気にはなっちゃうよね、そういうの。うん、はい、なんだっけ、天中殺。天中殺の年だった気がする、俺。合ってるか分かんないけど。オムスターに与えるかな。いやー、さすがの硬さ。波乗りか。あ、波乗りか。やってやろうかな。ほら。いいじゃん。え？やったぜ。使いどころいきなりあったな。じゃあアニメーションつけたかったね。まあ、いっか。これどうなるんだっけ。ここでオウム返ししたらさっきの波乗り引き継ぐ。あー、引き継がないのパターンね。はい、全然受けないけど、こっちのオウム返しは結構与えるんじゃないの。なんだ、全然使えたじゃん。まあ、特攻もね低くないから、まあこういうパターンの時は使えるけど、まあもうないでしょうね。まあ、マチス戦で影分身オウム返しするかなぐらい。じゃあ、かすみ戦行きましょう。はい。はい、じゃあ、かすみ戦ね、行きましょう。いや、もう、エッチ。かわいい。いや、空を飛ぶに変えようと思ったんだけど、空を飛ぶ中に滅びの歌って避けるのかどうかわかんなくて、まあ、多分避けるんでしょうけど、避けなかった場合、負けちゃうからやめときましたね。受けるよね、さすがに。
あ、でもここやばいのが滅びの歌を初手でやられた場合ですよね。ラプラス、え、2体目ラプラスまずくね。はい、これ滅びの歌やられたらマジでやばいんだけど。あ、半分与えるね。あ、マゴイ OKOKOK、 危ないマジで危ないわ。え、いつも3体目じゃなかったこいつ。まあ、氷タイプだから先に出てきたのか。そうか、そのパターンあるのか。このパターンの時だいぶやばいけど、いつもヌオーが2番手だった気がするよ。あやピカ、ほほん。まあオウム返ししてもいいんだけどね。わけわかですよね。自己再生はだるい。今ならまだやれる。はい、よし、微妙ですね。うん、オッケー、いいね。こんなとこで苦戦してる場合じゃないんですよ。今日はさっさとレッドを倒してね、終わりにしたいんで。ヌオかわいい。雨が降りやんだ。雨乞いの恩恵何も得られなかったね。水技一回もやられなかったし、雨乞いしかしてない。かわいそう、かわいそうだったな。なんか、まあ、全面的に霞が悪い戦闘でしたねこれは。まあ、そして HP がエッチですね。はい、じゃあ待ち戦ね、行きましょうか。まあ、ここはまあどうですかね。まあ、雷連発されたら負けちゃうけど、なんなら 1AK 倒すかな。まあ、レッド戦の対策としては今んとこ考えてんのはね、日本バレなんですけど、オウム返しもワンチャン使えるんだったら使いたいんだよな。相手が何やってくるかによるよね、ほんと。もうどうせさ、あ、ハイエ分身ね。特定のピカチュウが甘えるか雷打ってくるだけだもんな。出すぎ、多分カメックス。うん。カメックスで、まあ、3体目とかはわからんけど、2体目でも2体目にカビゴン出てくるパターンもなくはないのかな。どうなんだろう。吹雪を覚えてるからってカメックスを先に出してくるんだっけ。ああ、そうだよね。水タイプだからね。2体目カビゴン説もなくはないよ。こないだのさ、チョンチーか。チョンチーの時なんか不可解な動きしたからな。でもあれ、インだったからって可能性はあんだよな。クリスタルの方が賢い可能性あるもんね。わかんないけど。はい、全然一撃でした。ではね、リカちゃんもさっさと行っちゃいましょうか。Oh no, you are strong. ありがとう。はい、じゃあエリカちゃんもね、ちゃっちゃ倒しちゃいましょう。まあでもこの辺、もう一撃だよな、多分。なんか思ってたより、楽だな。つまんないだけか。ピジョットね、まあでもつまんないとか言ったらあれだな、ピジョットファンは結構いそうだからな。この間もちょっとエアームドがさ、やった時嫌いになっていくって言ったら、好きな人がね結構いて、申し訳ない嫌いとか言って、今んとこねピジョットはね嫌いじゃないですね。うん、まあ、ただつまんない無難な人って感じ。現実っていうのかな。まあでもそういうのもいいよね。こう波のないね人生、俺みたい。ウツボットね、いやマジで、もう一撃だから喋ることもない。早くレッド戦行きたい。いやでも待って、あ、待って、よく考えたらサイドにやる技ねえよ。またまたグリーンでこんな調子乗っててね、やられるかもしんないっすね。次はアンズちゃんかな。はい、じゃあアンズちゃんね。アンズちゃんも、アンズちゃんは雑魚だからな。誰かの時負けたけど。受けピヨ。結構気に入ってんだよな、ピヨ。はい。ああ。いや、申し訳ないな、これ。まあ、しばらくはね。あ、でもここは倒せないか、さすがに。あの、後ろのマタドガスの小物感、本当いいよね。かわいい。あれも俺みたい。
あ、毒毒。あ、効かなかった。毒も渋い位置で避けんのかな？どうなんでしょうか。またバタドガスね。マジで今日のポケモンをそのまま引き継いだ感じだよね。やれ、あ、とか急所全然出ない。あーあー、毒ね、猛毒を浴びた。全員に毒毒を覚えさせてるこの人、もしかしてかなり害悪だな。アリアドスね。なんで今の鳴き声にしたんだろう、アリアドス。雲って鳴き声あんのかな。ゴキブリはジージー鳴くけどね。あー、気持ち悪い。モルフォン君でな、本当相変わらず。金銀で使う時もちょっと嫌だな。名前はキモタとかにしよう。では次夏目かな。夏目も一撃か。はい、ということで夏目さん、かわいい。でもごめん、もう君が帰ってきたんだ。うん、早く会いたい。はい、スピードスター、やるかな。このエーフィー、あーでもこのエーフィー、え、なんか今めちゃくちゃ冷静になったんだけどさ、2発でレッドのポケモン落とせんのかな。落とせなかったら結構無理な気してきた。どうなんだろう、連続で強い敵出てきたらもう無理だもんね。まあでも初手先制して泥かき当てて避けるの待ちとかはできるか。うん、傷薬80個ぐらいあれば勝てそうだけど。すごい傷薬、うん、予測以上。はい、ではカツラ戦ね。不安になってきた。はい、じゃあカツラ戦ね。まあここも別にですよね。まあ、マグカルゴ対策のね泥かきあるし。はい、4倍だもんね。半分はいくね。オッケーオッケーオッケー。何してくる。あ、呪いか。じゃあ倒せないじゃん。あ、でもここ、え、もらっとく。いや、いいか。素早さ落とすほどじゃねえ。倒せねんかい。危ないね。はい、お疲れ。呪いか。まあ、呪いもでも基本的には使わない方向でいきたいよね。呪いって微妙なんだよな、レッド戦に限って言えば。防御上がってもしょうがないもんね。ピジョットの場合だったら高速移動覚えたまま、呪いして、なら、まあ、ありっちゃありだったか。もう、高速移動無理だもんね。ああ、ディオエルムシュドルクね。結構前、技の名前忘れてたけど、思い出しました。ウマゴンの技ね。おい。初代では HP 満タンの時に、いい傷薬を使う変なおじさんだったのに。ちゃんと HP 減ったところで満タンの薬なんか使ってきやがる。はい、オッケー、やりました。まあでも次からだな、ほんと。見事、はい、そうですね。はい、じゃあいよいよ本番いきましょうか。レゴブロック、レゴランドって結局どうなったんだろう。なんか結構さ、最初なんか酷評みたいなのされてたの見て、その後すごい良くなったみたいなの見たことあるんだけど、行ったことある人いんのかな。知りたい。一回ぐらい行ってみたいよな、いろんな場所。はい、じゃあピジョット対決ね。まあレベル高いから俺が勝つでしょう。はい、くらえ。君は覚えていないだろう、このスピードスターを。いいね。あー、翼で撃つね。まあ、空を飛ぶ、でも空を飛ぶどうなんだ。この道ピカチュウでは使わないもん。相手の PP 減らしにも使えるっちゃ使えるんだよね。先制を取ってしまうから、不思議花戦のソーラービームかわしは使えないか。で、サイドンね。どうせ岩なだれだもんね。泥かけしか俺に与えられた選択肢はないよ。あー、なるほどね。っていうことはですよ。こいつは岩なだれ一発ではやられない。
いやでもこれ砂嵐2回分と岩なだれは怪しいけど、どんぐらい受けんだろう。乱れ好き。え、じらしてきますね。でも俺はまだ攻めます。126は受けない多分。で乱れ好き。なるほど、これ油断してるとね絶対岩なだれでやってくるから。急所、俺は分かっているんだ、そんなことは。で砂嵐、はいはい。そしてあー岩なだれね、来ましたね。130ぐらいのラインできましたよ。え、100ぐらいしか受けないんじゃない。そんなことなかった。ちゃんと半分以上受けんじゃねえかよ。110ダメか。いやでも最初にこの泥かけを3発与えたのはマジででかいな。謎の行動取ってくれたね。あーでまた砂嵐か、うざいな。なかなかのうざおですね。明らかに俺よりバトル IQ が高い。はい、まあまあね、そんぐらいだよね。乱れ突きも避けていく。注意が必要。待って、25ダメ、25、あれ、いや危ないじゃん、次の岩なだれで負けるじゃん。いやでももう攻めるしかねえよなこれ。はい、こんなチンタラやってらんないな。危ない、当たったら負けてた。いやちょっとダメだなこれ、危ん、ギリギリすぎる戦いが。この綱渡りはちょっとやだな。そろそろ次解けるよね多分。でもこいつもしかしてこれ、これにすごい回復の杖とか使ってきたらなえるんだけど。やめろよ。はい、よし、オッケー、やりました。これもしかしてだけどレッドまで一発でいっちゃう可能性ある。これは大金星ですね。フーディン、フーディンはやるんじゃない。どうなんですか、スピードスターごときで。これマジ頭突きが良かったわ。よし、オッケー。こんな攻撃力高い、ちょっと次見たいな。でギャラドスね、あとはいえやる技はない。はい、半分与えねえか。うん、まあそうよね。雨乞い、大雨になった。だって初めてちゃんと読んだわ、大雨なんだ。あーあー、ちょっと怖いな、ちょっと怖くない ?180。 ああ、そんな受けない。雨乞い中のハイドロポップ80しか受けないの。そんなに特防、特防もだってさ、種族値75、6だった気がするんだけど、ちょっと一回ちゃんと見るか。イジョットの種族値見てないね、ちゃんと。急所、ああ惜しい、ああやばいね、ちょっと急所怖いよ。急所やめてよ、やめてよ。うん、危ないね、回復しとこうかな。はい、あ、またか、ギャラドスお気に入りすぎだろ。で特防は70でしたね。特攻も70だ。 HP は83、57位ね。攻撃は80、86位。うん、防御75。あ、でも防御そんなにないんだ、思ったよりないな。で特攻も70、特防も70、速さは91と。うん、あ、ついに外れた、そりゃそう。はい、お疲れい。これを見る限り、これ見る限りだとなんか防御低く見えたんだけど、こいつ個体値、はい、だよね、防御めっちゃ低くない。まあ努力値どう振られてるかわからんけどさ、特防と特攻が一緒ってことは大体一緒で、防御めっちゃ低いぞこいつ多分。まあ、防御低いのは別に困んないか、そんなに。あ、神速ありがたいな、使わせてもらおう。その技いただいちゃうよ。ってことは神速で落ちる。はい、アウチ。なんかな、ピジョットの方が神速使えそうだけどな。ほれい、多分落ちるよね、80だもんね。
なんだよ。ああ、なんだよ。何してくる予定だったんだろう、あいつ。終わり？あー、あとないってなんだ。あ、ナッシーか。どんまい。ナッシー強いけどね。意外とオム返し使えるな、やっぱ。あったらあったでね。なるほど。まあ、ピジョットね、やっぱ全体的に強いよな。強いというか、まあ、銃のジョーカー。全体的な能力がね。まあ、俺みたいですね。うん。まあ、俺、いや、そんなことないな。俺は全体的に中の下ぐらいかな。能力値的には。器用貧乏ってやつですかね。うん。まあ、可愛さだけ、すごい尖ってるけどな。うん。白金山行きましょう。はい。ではね、いよいよ、白金山ですよ。どうなりますかね。とりあえず今のまま行きますね。まずピカさんを倒せるかどうかが結構重要なんだよな。あと甘えるもらったらもう勝てないんで。でもあと2体目に出てくるポケモンね。いやー、こびてますね今日も。こういうとこだけ嫌い。メスだったら好きだったかも。いやでも泥かけか。いやでもいや落ちるはないか。いやでもやってみる。先生は取れる。はい。ピカ様を、あ、半分は行くのね。落とさないね。あー、終わったー。終わりですね。あ、でもこれ落ちるじゃん。ちょうどいいダメージ。オッケー。2体目のポケモンだけは知れる。ナイス。ナイスですよ。あー、結局壁使え。まあ、ですよねー。あ、でもここでも先生取れんだね。さすがの素早さ。雨乞い入りなんだ。いや、吹雪じゃねえのかな。雨乞い吹雪してくんのかな。意味ねえのに。あー、吹雪か。これのダメージによらない？マジで。ダメージ次第ではほんと簡単に勝てんだけど。うん。あー。うー。なんで？全然無理。いや、泥かき当ててるからありえるか。ありえるね。いや、でも甘えるされた時点でちょっとやる気しないけどね。あ、オウム返しで吹雪当てて凍らせる狙いもありだな。やる？ほら、こっち前。こっちの方が与えるかな、なんなら。泥かきよりは全然与える。あー、でもまあ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 、まあ、全然ありえますね、これは。よし、そしたら不思議な飴もう使っちゃおうかな。それで挑もうと思います。いきます。はい、ということでクリアします。いとも簡単にクリアします。ピカチュウね。どうかな。これスピードスターで落ちますかね。5レベル上がっている。はい、どうですか。お願い、落としてくれ。5レベルで、あ、全然ダメじゃん。あ、雷なんだ。へぇー。なるほど。甘えるじゃなかったですね。麻痺んなきゃ勝てるぞ。あと、やられなきゃ。やられなきゃ。思った以上のダメージにドン引きしているんだけど。これ、ピカチュウはさ、HP 満タンで勝たないと無理だな。次の初手、いや、無理ではないけど、回復しとく？はい。ナイス！いや、ナイスじゃねえな。避けないと。甘えるをされたらもう終わりなんだよね。でも、甘えるが失敗すればいいだけか。あ、麻痺ね。もう論外ですね、これだと。まあ、やっぱこれを考慮して、オッケー、ナイス。これを考慮して、ここをね、あれなんですよね。日本バレにするっていう手も考えてたんですよ。あと、カメックス戦に備えてね。まあ、とりあえず大丈夫。あとは、吹雪を5回避けるだけだもんね。あと、ここは耐久ですね、もう。相手の PP を枯らすのが先か、こっちの、急所出るのが先か、だけなんでね。急所出たらもう、ドンマイ。ドンマイとしか言いようがない。まあ、これもな、
だから空を飛ぶあってもいいよなって感じ。避けろなあ、急斜見てくれよ。2発目ね。なん避けろよ、吹雪ぐらい。空飛んでんのにどうやって当ててんだよ。空飛んでないのこいつ。よし、オッケー。あー、凍っちゃったね。安定の状態上、全然、なんでだよ。吹雪こんな当たんねえだろ。なんで相手の状態異常 30% は簡単になるのに外れないの？おい凍りすぎ。雷2分の1で麻痺って、氷は今3分の2で凍ってます。比率おかしいです。これで凍ったらさすがにやばいよ。ゲームバランスおかしいよ。おかしいって受けるわ。もうさすがにね。いや、しかも当たるんかい。そもそもここ当たったらだいぶ厳しいな。どうしようこれ。でも多分次雨乞いしてくんだ。はい5分の4凍ったんですけど。いやだからおかしいってば。もう今日スロットで 30% だって10スルーぐらいしたよ俺。半分受けるよね。え、急所じゃないこれ。あぶねえ、急所か。急所で174ってことは、85、90見とけばいいのか。100あれば絶対耐えるね。なるほど。チャンス到来。はい。泥かけてやるぜ。暗いな。耐えないね、126は。はい。70、80ぐらいのダメージが、1.5 倍だっけ ?120 ぐらいになるのかな。じゃあ。倍くらいになってるけど。え、倍になるの？ナイス、外れー。え、倍になるんだっけ？だとしたらめちゃ強い技じゃない雨乞いって。こういう技も組み合わせ考えるの楽しそうですね。複数ポケモンを持っている人は。はい。まあ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 。まあ耐えるよ。ああ、間違えちゃった。連打しちゃった。連打しちゃった。やめて。マジやめて。うわあ、間違えちゃったー。間違えちゃったよ、今。回復してると思ってたよ。めんどくさー。めんどくさいなぁ。はい。ということで、戻ってきました。オウム返しと日本バレ変えました。うん。これでカメックス対策はバッチリ。行きましょう。まあでもここのピカチュウはもう、日本バレして雷を蹴るとかはね、もう、いらない。甘えるをどうせしてくる。あー、危ないこれ当たったらもう終わりだから。負けるの待つだけだからめんどくさいんですよね。これでピカ様落とす。完璧これは。これはこの流れを毎回するだけ。または、なんだろう。まあわかんない。はい、もう氷地獄はやめてくださいね。まあ3回でレッドに勝てれば御の字ですよ。あ、雨乞いからね。これ雨乞いしてきても多分吹雪してくるんで、これはラッキーですね。泥かけしましょう。ですよね。ナイス。で、うん。これも泥かけを積みまくる今のうちに。3発目。さっきあんなに当たったんだからもう当たんない。ほら来た。確率は収束するんだ。はい。これで4発目。急所めっちゃ出る。今じゃねえんだけど、だいぶ。違う時に出てほしかった。はい。当たんない。一発も当たんないまま勝てる。どうしようかな。6発。AB でも使いたいからな。BB 回復すればいいか。とりあえずこいつで使い切っちゃう。使い切っちゃうというか、ロック下げて、雨乞い。吹雪もう終わってるよね、多分。じゃあ、ここで2本バレですよ。はい。波乗りしてきても大丈夫。吹雪かい。はははなんだよ。凍ったら5連続ですよ。5連続 30% はすごいよ、結構。ざけんなって。だいぶ良かったよ、今。は
はい、ということでね、さらに翼で撃つお空を飛ぶにもう変えました。これでいけるでしょう。まあ、空を飛ぶで、PPA 消費もね、促進させていきたい。甘えるされて出鼻くじかれんのだけはやめてね。頼むよ。うっ、はい、でもこれ、このパターンどうしようかな。倒したところでさ、カメックスで無理なんだよな。はい。ナイス、オッケー。ピカチュウ運だけはめちゃくちゃいいな。はい。なんかあんまり考えずにさ、カメックスだけに気を取られて技変えちゃったけど大丈夫かな。日本バレってもう不思議なバナと、リザードの時ゴミ技だもんな。とりあえず雨乞いしてくれ。はい。また吹雪避けろ。あん、ていうかさっきの吹雪、5発目だけ当たったタイミングで急所ってなんだ今更だからめっちゃ腹立ってきたんだけど。それまで全部避けてたくせに急に当たって急に急所だもんな。この前はすごい連続で凍ったし、今回の吹雪はどういうことが起きるんでしょうね。よし。はい。なんで当たるんだって。吹雪なんかそんな当たんないよ。ドーブルの時俺全く当たんなかったもん。50% も当たんなかったよ。急所じゃない？うわー、もうムカつく！めんどくさーい！はい。こんな女の子に何回山登らせんのよ。まったく。ピカ様、ピカチュウだけはいい状態でいさせてください。はい。お願いします。マジやめろよ。甘える外せ。よーし。何、甘えるって当たんねえの？ラッピー。これは終わるでしょう、さすがに。まあ、確かにオス同士で甘えられてもな。何ってなるよ。え何ってなるよね。どう、俺の今の演技力。はい。黒影、雨乞いのパターンでお願いしたい。ああ。さすがに急所許さんぞ、俺。もし急所出たらどうしよっかな。いや、どうしよう。まあ、パソコンを殴ろうかな。危ないね。いや、ムカつくな。ほんと当たるかね。相手の運良すぎない？ちょっと。おかしい。不平等です。4発目。なんで、ムカつく。ストレスすごいな。1回ぐらい外せよ、さすがに。最後外せよ。結構ノンストレスで来ていた。ピジョットなのに。もしかしてストレスの溜まり具合も収束させるのか、このゲームは。はい。よし。急所はなかった。オッケー。波乗り。通常波乗りか。これ2発耐えるもんね。じゃあ、泥かけして、90でもな、急所で負けるよな。あ、そう、あそこで雨乞いだから。ここで2本バレすればいいでしょ。そしたら波乗りが、雑魚波乗りが来る。でも急所を恐れてたら先に進まないもんね。やるしかねえか。はあ、はあ、でも日差しが強い状態、急所ダメージなんだね。よかった。初代みたいにあれかと思ったわ。急所の時は能力値が普通の能力値で計算されるのかと思ったら違うみたいですね。これはいけるぞ。日本バレでよかったね。ってことは結構余裕だな。雨乞い、まあ、先制取れる時点でね。はい。カメックス戦以降はいらないんでね、この技。ああ、そして外れる。そりゃそうだよ。泥かけする。いいですね、これ。でも空を飛ぶ使いづらいな。
雨乞い。はい。どうしても晴れにしたい鳥と雨にしたい亀ね。いや、これだったらもうスピードスターでゴリ寄せるわ。なんて賢い戦法を取っているんだ、俺が。この俺が。もうおそらく90体目ぐらいだと思うんですけど、ここに来てね、俺のバトルセンスが光っている。レッドを完全に攻略し始めていますよ。はい。ってことは、急所でも80ぐらいしか受けないんで、もうスピードスターですね、ここで。いいね。あ、いいね。日本バレー、波乗り受ける回復、空を飛ぶ。うん。いや、スピードスター微妙だな。じゃ次、回復で、カメックスが雨乞いしてくれるのがいいな。え、リザード出てこねえかな。はい。あー、まあまあまあ、そこまでうまくはいかないね。不思議花、リザードンより、リザードンが不思議花より先に出るパターンってあんのかな。はい。このアニメーションいいよね。空を飛ぶ勢いが。暗いな。日差しが強いからね。あれ、アポロンみたいに落ちてきちゃうとこだったね。あれ、アポロンだっけ？太陽神って。あ、エーフィーからか。エーフィーわからんのよな。いや、どうする？でも先制取るか。一発耐えればいいだけだもんね。空を飛ぶスピードスターで行こう。泥掛け悩んだんだけど。はい。で、リフレクターが来るかもしんない。排気で一発ぐらいはさすがに耐える。カメックスの、あー、ですよね。うん。カメックスのさ、雨乞い波乗りですら150ちょい。よし。特防が下がんなきゃいいだけ。あー、でも特防下がることも懸念して、オウム返しあってよかったな。いや、マジか。外したら負けだな。空を飛ぶ外すわけないよね。95だもんね。よし、オッケー。さすがにやるでしょ。さすがにやるよね。あ、オッケー。あぶねー。リフレクター怖えー。これもらったんじゃない。あ、カビゴンか。まあ、回復しましょうか。かわいい。俺の今のカビゴンに対して言ったかわいいってあれだな。風俗行ってる時と同じテンション感だったな。恥ずかしい。よし、のしかかりも88しか受けなかったね。まひんなければ地道に攻撃していきます。あの、泥かけもありか。不思議マナとリザードンでは使わないもんね。カビゴンで泥かけしとこうか。ガチ開かなくなっちゃうんでね。と忘れね。全く関係ないですね。特殊技できないから。いいよ。いいね。でも回復しときてえな。急所で負けんのがマジでやだ、カビゴンの。マジでやだよ。いいね。いや、もう回復しよう。この外れの、あ、外れの波に乗っていく。泥かきは使い切ってしまおう。不思議花は大丈夫だもんね、どう考えても。はい。かわいそうなぐらい外すな。よし、オッケーオッケーオッケー。もう、いや、オッケーいいよ。え、どうする？のしかかりなくすか？あいつの。空を飛ぶのダメージ知りたいな、とりあえず。ダブルコロンのところから、はい。どんぐらいですか？いや、微妙ですね。眠られたくない。眠られたくないよー。あー、微妙だな。いやー、でも次スピードスター行くしかないよね。空を飛ぶ2ターンかかっちゃうからな。のしかかりここで受けんのか。行くしかない。やれ、頼む。無理、無理か。くっ、よし。よーし。ピンクのリボン分で落ちたな今。あ、リザードンか。慎重に行こう。リザードンからはありがたいな。日本バレーの恩恵受けれないもんね。でもこれで半分、あー、受ける。やべえ。
ここに来て無理だ。いや、積んだ。積みました。砂かけなきゃ勝てねえや、これ。じゃあ。ダンス。耐えてくれー。デイ、もうやだー。マジかよ。はい。マジかー。まあ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 。まあ、次、いや、まあちょっとね、いや、泥かけにポイントアップ使いました。はい。で、ああ、まあね、いや、もうここいいや。このまま突破しちゃおう、普通に。ああ。吹雪なんか自力で避けるでしょ。で、そう、食べ残しも足してます。食べ残しで多分、リザードの火炎放射2発耐えると思うんで、ギリギリね、うん、それでなんとかしようかなっていう作戦。あ、吹雪避けるしかない、自力で。まあだからどっちかと、やったやりましたね。まあどっちかというとカビゴンのな、空を飛ぶがやっぱ使いづらいな、ちょっと。ここの雨乞いはもう関係ない。吹雪使い切るまでどうせ吹雪優先なんでね。2発目。はい。急所はやめろよ。もうつまんないぞ、急所で負けんのは。よし、オッケー。安定の氷だな。ナイス、余計。いいですよ。ヘドロかけ。今3発目だよね。4発目は、まあ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 、しょうがない。5発目、どうしよっかな。空を飛ぶした方がいいかな。でも、ダメージ量的に無理か。微妙ですね。まあ、いっか、回復で。まあ、ここで急所引いちゃうようなやつはどうせ勝てない。OK。そしたら、まあ、もう一泥かけぐらいして、もう倒す、すぐ倒しに行こう。いいよ。卵いい。まあどうしよっかなー。いやでも日本晴れですね。せっかくなんで。まあこれで安牌ですよね。オッケー。はい。はい、あ、雨乞いからか。波乗りかと思ったなー。はい。雨乞い波乗りだと、あ、ってことは雨乞い波乗り中の急所やばいじゃん。やられちゃう。耐えろよ、さすがに。急所。ダメ。絶対。はい。嘘だろ？もう腹立つ。いやーどうしよう、血管切れそう。はい。マジムカつくわ、今の。急所出すぎじゃない？ちょっと。ちょっと頭痛い。勝ちたいね。でもそろそろいいよね、普通に。スムーズにいってほしいよな。カサマね。当ててくんなよ。腹立つから。はあ。気持ち悪いな、もはや。はい。頭痛い。イライラする。あんなことある？急所異常に出てんなーって思ってて、いきなり急所出してくるってある？煽ってる俺のこと。絶対おかしいって確率。レッドの方が絶対ナイス。急所の確率高けえだろ絶対。バカ誰が。オッケー。で、レベルも上がる。はい。こんな感じね。攻撃高いね。いや、でも、ごめんなさい。もう慎重にね。慎重に行こう。慎重かつ大胆にね。冷静に。胃が痛くなってきちゃったもん、だって。いや、確かに、泥かけで急所何回か出てたよ、こっちも。にしても比率がおかしい。おかしすぎる。いや、つか、間違えちゃったじゃん。
吹雪だからいらないんじゃん。日本バレー。もう一回雨乞いしてくれ。間違えちゃったよ。はい、3発目外す。2発目はちゃんと当たりましたね。ヘドロかけ2発目。オッケー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 、4発目。このタイミングで空を飛んでもいいっちゃいいんだけどね。あ、でも雨乞いか。え、吹雪まだ1発残ってるよね。あれ、数え間違えた。一応2本バレしておきましょう。同じ鉄は踏まないよ。残ってんじゃん、やっぱ。危なかったな。踏まないよって言ったそばから吹雪急所で負けるとこだったな。雨乞い波乗り急所がダメなんだよね、結局。さっきそれでミスってしまったから。いや、もう空を飛ぶやっぱダメじゃん。絶対翼で撃つのが良かった。渦潮？え？どういう AI？ 謎すぎる。波乗りの PP いきなりなくなったの。雨乞い。え？いや、マジで不思議。マジで不思議なんだけど、今の。どういう状態で渦潮優先されるんだろう。波乗り。何だったんですかね。謎渦潮が入った。下ネタか。よし、オッケー。食べ残しで回復できる。はい。で、カビゴンだもんね。雨乞いね、オッケー。いや、倒してしまおう。で、回復。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。いいじゃん。カビゴンも、のしかかり急所、いや、どうだろう、微妙だな。80。80だから、初手受けて回復。あれー、順番が違う。え、あれ違う。え、どうだったっけ。一緒か。いやな、空を飛ぶから入りたいんだよな。オッケー、リフレクターじゃない。リフレクターされてないのはでかい。さあ、このターンで、どうですかね。あー、さっきと一緒だな。そしたら、スピードスターやっちゃうよ。でも、さっきと違うのは、ピンクのリボンをつけていない。うん。微妙なダメージ量なんだよな、だから。ここで特防が下がっても終わり。終わりが多いな、ちょっと。あー、びっくりした。雨が降りやんだが、特防下がったのやつかと思った。当てろよ。はい、オッケー。壁残しでかいな、結構。ありがてえ。でも空を飛ぶことによって2回回復できるぞ。なかなか卑劣なコンボだな。はい。のしかかりこれ、いや、微妙だな、一発耐えるか。まあでも、泥かけから入っておこうかな。え？ああ、そうか。びっくりしたわ、今。あ、だからここのさ、やっぱここの度忘れ、オウム返しだったんだろうな。いや、でもどの道急所だと負けんのか。一緒だね。そう考えると。そう考えると一緒か。うん。一緒一緒。はい。そして、まあ、のしかかりね。しょうがない、これは。こればっかりはしょうがないね。100。え、100受けんのか。え、なんか思ったより受けんな。やっぱ急所は絶対もう無理なんだ。2発目のね。やっぱ泥かきはなるべくつまなんだ方がいいな、こいつは。ナイス、ド忘れ。偉いぞ。偉いよ、偉いよ。命中どんどん減らすよ。ナイス、ナイスだぞ。そして HP も地道に回復していく。はい、いいね。かわいそすぎる。ほら、これで6発数えてなかったな、そういえば。あ、もう下がんない。マックス下げてるね。これ急所でもギリ耐えるかな。微妙なラインですね。よし、オッケー。オッケーオッケー、回復します。オッケー、避ける。で、ここで、空を飛ぶだね。空を飛ぶで、次のスピードスターで落とせるぐらいまで減らしてくれ。頼む。頼むよ。頼むね。お願い。もうちょい。ああ、いや、じゃあ空を飛ぶだな、これ。ああ、眠ったか。そっか、眠るよね。
こうなってくると厳しいんだよな。多分スピードスターではさっきの落ちなかったよな。じゃあもっとうまいこと泥かけで調節してから倒さなきゃダメか。空を飛ぶでもこの程度だもんね。響き、うるさいね。思ったより食らうな。急所えぐ。でもここでスピードスターね。ああ、まあまあ与えるね。いやだから微妙だな。当たるんかい。いやだからこれも微妙だし、次のターン何していくんだろう。でも次結局さ、リザードンだから HP 結構満タンでいきたいんだよな。あ、眠る使ってくるか。まあ、我慢するしかないな、これは。我慢ですね。なんとか減らし続けて、ちょっといいとこまで飛ばそうかな。はい。じゃあ、ここまで減らしてから、スピードスター2回、空を飛ぶ、攻撃、で、次スピードスター。で、微妙、ギリギリいけんじゃないの？微妙だなぁ、ほんと。はい。倒せ！頼む！ゲイ！オッケー！ちょびっとだったー。でもこれだと、いや、微妙だけどいけるか。はい。いや、空を飛ぶ中にも回復できるもんね、これ。これで耐えるよね、確実に一発は。一発というか二発か。二発耐えればいけるぞ。ダメージちゃんと計算しましょうね。219。あら、急所やめろよ、もうさすがに。219。あ？あ？219から100、20ちょい。いや、微妙。いや、やるしかねえもんな。でも、空を飛ぶ中にも回復できるから。はい。これでいける。ギリ耐えるんじゃない？もう、急所で倒してくれ。頼む。お願い。いやー、怖えー。マジで、乱数で負けるぞー。多分。頼む。B 連打しよう。B 連打。B 長押し。はい。よし、OK。いや、倒しに行こう、これは。でも空を飛ぶ外したら負けんな。スピードスターの方が良かった。でワンチャン倒さねえかなって思っちゃったんだけど。よっしゃ、当てるよね、さすがに。さすがの俺でも当てます。よし、オッケー、勝った。あと、不思議花のソーラービーム急所で、一撃じゃないければ勝て、勝ち。回復ですね。はい。で、あー、ソーラービームね。あ、でも、初手、ああ、回復から入ってソーラービームしてくれるのであれば、こうですよ。お疲れー。えい。例えば、ソーラービームどっから日光吸収してんだよってコメントありましたね。間違いないってことだけど、こんな洞窟の中なのに。あ、日本晴れ。残念ながら一足遅いです。はい。ソーラービーム打て。ここ攻めろよ。よし、オッケー、勝ちました。あー、長かったー。簡単に勝てると思ったら長くなった。急所のせい。はい、やりました。73ね。OK。ああ、強いね。能力値は高えな、やっぱ。はい。てんてんてん。マサラタウンで手に入るポケモンがこんなに強いなんてって思ってるんだろうな。無言ですね。こいつ何回一体で挑んでくんだよって思ってるかな。はい、そんな感じでちょっとのトレーナーに初代ポケモンの強さを分からせてやったポポバージョンレッドまでね、無事クリアできました。ありがとうございます。いや、最後のレッドマジなかったわ。いや、ひどくないですか？あの、氷4連続氷からおかしかった流れは。急所がひどすぎる、ほんとイライラした、ほんとに。ピカチュウの雷急所がほんとに最後イライラした。はい、でもまあ、俺にしては結構テクニカルな技と持ち物にしましたね。うん。壁残しなんか普通のスタンダードなのでテクニカルって言ってるようじゃ、
恥ずかしいんですけど、まあでも食べ残しのおかげで火炎放射2発耐えたね。まあどの道勝てたのかな。まあ結局レベル上げればね、80前後で勝てたポケモンではあったね。あと選択肢が鋼の翼しかなかったんで、あとやっぱ恩返しがあったらちょっと余裕すぎるね。多分2発で全員倒せたんで、あ、まあカメックス以外、あ、カビゴンとね、まあ、そう考えるとやっぱ恩返しはちょっとないですね、使うの、うん、タイプ1だしね。あー、まあ問題は夏気度が高いか微妙ですが、やられてるんで結構。あ、でもそれもねえかポッポは。まあ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 、日本バレでね、うん、あれ下げてなかなか良かったんじゃないですか、私にしては。他にもなんか使った方が良かった技あったらね、まあ後で教えてくれれば今後の役に立つんでね、嬉しいです。まあでもあれ、あれだね、カビゴンでオウム返しでドアスレ積むのも選択肢に入れても良かったね。鬼ドリルの時それ使うかもしれないな、もしかしたら。まあポッポね、まあ地道に倒す感じで、まあ地味でね、楽しくはなかったけど、まあ強いポケモンでしたね、ピジョット。はい、良かったです。マサラタウンのポケモンが強くて。じゃあそんな感じで、次回は多分コラッタになるのかな、このシリーズは。多分だけど、まあそんな感じで、よかったらね、次回もよろしくお願いします。はい、いつもご視聴ありがとうございます。コメント高評価も本当にありがとうございます。また次回もよかったらよろしくお願いします。バイバーイ。